さんこんばんは、さおこんばんは、チュードール本物です動いてるよそりゃ。よしーこんばんは、たかはんさん、たばしょうさんこんばんは、なべさんこんばんは、ほうきちゆうしまん、しんさんこんばんは。暑いちょっと。まめゆきさんこんばんは。ホサイトリリーのブースありますよね。中野ちゃんこんばんは。ケンジモンさんこんばんは。ゆきさんこんばんは。前髪は決まってないけどいいや。みちりん、こいちくん、みけ、おみきこんこんばんは。北の国にいるの今。なべさんこんばんは。こんばんは。かわいい。ありがとうございます、ゆきさん。さ、今日は暑いよね。ピルクルさんこんばんは、キックーさんこんばんは、バニラさんこんばんは。そう、暑いね、かわいいねありがとう。暑いね。ヨッシーさん、みずきちゃん、花咲ひよりちゃんのフォロワー、そう、なんかお仕事前一緒にして。ケンジモンさん、インスタありがとうございます。鍋さんね、久しぶり。この前も私ショールームしばらくやってなかったからね。ゆうきさんありがとう。鍋さん、舞台はねすごく大変だったけどすごく楽しかったです。すごい痩せちゃったんだけど、でももう戻ってきた。すぐ戻る。痩せてもね、本当に。さ、ご飯食べた。ウーバーイーツした。ウプシマン、お、イヤホンないんかいって。ドラゴンさん、今日面白かったね。今日は月1レギュラー番組だったんですけど。動物クッキーさんこんばんは。ツードールさん、僕も痩せちゃいたい。私昔ストレスで太るタイプだったのに、最近ストレスで痩せるタイプになったの。クマさんこんばんは。メンメンこんばんは。トバショウさん、あ、水曜日からテスト大変。でも大丈夫、私一夜漬けでなんとかなってきた人生だった。イサオ、金曜に小野ちゃんにうちも痩せたと言われた。イサオも、でもねこの前ヒゲ生やしてたから余計にそうやって見えたかもしれない。ケンジモンさん、欲しいください。よしは、あ、斉藤飛鳥ちゃんっぽい。いやいや、そんなことない。お顔が優しくなりましたね。あら、そう、嬉しい。クマさん、チェキね、ありがとう。イサオ、もっと痩せるように努力しなくていいと思うよ、私は。これ、それ以上痩せなくていいと思う。ヌハムさん、痩せたら戻らん。それやばいよ、どんどん痩せちゃうじゃん。私、痩せたら戻るよ、ちゃんと。ちゃんとって何って感じだった。体質の変化ってね、あるみたい、本当に。でも、本当にあった、でも。ケジーこんばんは。よかった、起きて。ナベさん、ストレスで食べちゃうので太る一方。昔はそうだった。もみゆきさん、赤ありがとう、似合う。サイバーさんとリンゴぐらいですねそれ面白い。シンさん、ストレスで痩せるのも大人になったような。そうだよね、そんな気がする。みちりん、お、対バン、お疲れ様。プシマン、画面もほぼ見えてないので気にしないです。それ見てる、見てる見てるって言う、それ。まことさんこんばんは。次の舞台はですね、10月にレジスタンスイレブンっていう人狼系の即興芝居の舞台が1日だけなんですけどあります。その次は、1月にアサルトリリーっていう 2.5 次元の舞台に出て、その次、今発表してるのは、あっと、ゴールデンウィー、来年のゴールデンウィークにプロジェクト東京ドールズって 2.5 次元が決まってます。ツードール、20歳超えてから20キロ増えた。これが酒や。20キロも増えるもんなの、お酒で。ゆっち、僕も痩せたい。
痩せたいはみんなの共通の願望だよね。めちゃめちゃ髪の毛触るやん。そう、髪、前髪が気に入らないの。花さんこんばんは。よし、すっぴんじゃないけどだいぶメイク落ちた状態で。伊沢ひげ生やさないからね、マジ剃る時間なかったね。全然私ひげ結構好きだし。ひらみここんばんは、ありがとう。今日はドラゴンさん、みずきちゃんは今くらいがスタイルいいと思います。ありがとうございます、維持します。のりじいさんこんばんは。えのはまさん舞台女優さん舞台いっぱいやってますね。映像もやってみたいけど。豆腐さん13日夜待ってます。伊沢アサルトリリー、アサルトなんちゃらって、チケットありがとう。メテオラさん、今日のお昼の演技面白かった、ありがとうございます。即興芝居の企画があったんだよね今日でもさ、私はさ経験なくはないけどさ、他のメンバーは即興芝居とかしたことないはずだけど結構できてたよね。なべさん、夏が終わっちゃったからサイバちゃんの水着はもう見れないかな。どうかな、需要があれば見れるかも。鳥羽翔さん、就職内定もらったからテスト少しだけ頑張る。頑張ろう、安心して頑張ろう。ゆきさん、今度のミュージクル TV でアイドル祭りの決勝戦やるみたいだから録画予約したよ、ありがとうございます。お楽しみに。トウさん、ドルステディップじゃなかったブルーレイ受け取りますありがとうございます。私もいただきましたブルーレイ。のりじいさん、こだまちゃんどんな子やった。すごい努力家な子でした、努力家な方でした、すごい頑張ってた、いつも稽古ね一人で。福岡の子だからさ、こっちで一人で生活してそれも大変だと思うのに稽古も頑張ってて。よし、最近花咲ひょいちゃんがヤンジャンでグラビアありましたが、私はこの前ヤンジャンに乗りました。今後もチャン機会があれば。ひらみこ、今日のライブ中の笑い顔が面白かったです。なんかあのワロップって客席が明るいし近いからなんか顔が見えすぎちゃって面白いのたさんこんばんは。豆腐さん、最近休日に連日10キロ超歩いて5キロほど痩せました。すごい、なんでそんな歩いたの。しんさん、女性の痩せすぎはダメだな。うん、なんか体質とかでね痩せたくないのに痩せちゃう子もいるからあれだけど。花さん、ラグビー盛り上がってるよね。そう、地元がなんか盛り上がってるの嬉しいです。トヨタスタジアムで。よし、そう、ありがとうございます。伊沢、痩せなくていいと思う。私最近ジム行けてないからさ、行きたいなって思ってるんだけど。チンタオ、お台場からこんばんは。なう、こんばんは。仕事、あ、仕事してるのね。お台場いいな、夜のお台場いいよね。ペプシマ、飲み屋ナウなんだね。エヌハムさん、水着需要しかない。本当？じゃあもっと見たいですってみんな言ってよ。爆音さん、こんばんは。ひらみこね、ゆり頑張ってたよ。なんか即興芝居って、今日番組でも言ったけど、現場によっては稽古の休憩中とかにやり始める人もいるから、稽古終わった後とか。まあ、余裕がある作品はそうだと思うんだけど。鍋さん、水着の水着は需要しかない。あら、ありがとうございます。伊沢、アサルトリリー、アサルトリリーって言ってね。一時アウトだとき二時でコンプリート、お、ありがとうございます。メテオラさん、超ウケた、一人で笑ってた嬉しい見てくれたんだね。つかぴー、こんばんは。ミスキム、こんばんは。タツニー、こんばんは。からんのラグビー。ピネさん、こんばんは。スガチン、長谷川りもちゃんの舞台行きましたか。行けてないの。行きたい、獣フレンズ。豆腐さん、舞台の稽古って人それぞれ役作りの方法はやっぱり違うんですか。え、でもあんまり役作りって公にやってる人って私も見たことないかもしれないです。俳優さんってもう稽古場ではちゃんと自分で作ったのをやるから、家とかで考えてるのかこそ練してんのかじゃないですか。だからどうやってやってんだろうねみんな。
ね。シャークさん今日は大舞台女優の生演技が見られてめっちゃ馬鹿にされてるみたい。シンさんそういえば大阪で美味しいもん食べたかい？食べれてないの。すごい忙しくて劇場にいる時間が長かったからお弁当だったし食べれてない。でも私がたこ焼きあまり好きじゃないって言ったらたこ焼きの形をしたおやつを差し入れてくださったあのプロデューサーの方がいてそれは美味しかった。ゆってさ仲のいいアイドルグループいます？私たちのライブの主催ライブに出てもらったりするアイドルワンフォースリーさんとかリリバリちゃんとかは仲いいかな。グループ単位だとねミリスパさんとか。中野ちゃんハルピの活動は大丈夫だった？全然大丈夫でしたよ。本当努力家ですから。花さんまたライブ行きたい。落ち着いたら遠征また行きます。待ってるよ花さん。伊沢今友達がテオタスタジアムナウだった。あらあらいいじゃない。ラグビー一輪体重気にする人多いみたいだけど数字より中身が大事なんだけどな。まあ、体重はねあんまり私も全く気にしてないんだよね。そう逆に体重減るとだからショック筋肉も落ちたのかなって思っちゃうから。豆腐さんアプリゲームのドラクエウォークを初めて歩いただけでレベルが上がるので歩くのにハマる。それめっちゃいいアプリだね。ダイエットしたい人とかすごい良くない？楽しく歩けるってことでしょ。あついさんこんばんは。えなはさんもっと見たいです。そうありがとう頑張るよ。ひらみこ年間10キロぐらい体重変化する。それすごいね。私そんなことないしたことない。中3の時に1回バーンって10キロ近く落ちた時はあるけどそれ以来ないな。みさおみずきちゃんひげオッケーの？全然ひげ好きとかむしろひげの方が好きだったりする。なんかでも最近の若い女の子はさひげ好きじゃない人多いですよね。私は好きなんだけどなって思ってる。いつもよし配信のその感じもありがとうございます。あアンケートに私の名前を書いてくれたんですか？ありがとうございます。こういうのが大事なんだよな。ゆってさんみずきのみずきが見たいです。頑張る。皆さんもっと見たい。めっちゃ需要あるかな。ありがとう。スカピン今日行けなくてごめんなさい。全然また会いましょう。爆音さんこの前この間口閉じてるサイバーちゃんの写真がツイッターに上がってて保存した。かわいい。ありがとう。口閉じてるのがかわいいよね。ドラゴンさん私は健康診断のために痩せろと言われる。みんな結構言われてるよね。それはうちの父親も言われてると思うよ。ミントさんこんばんは。まみゆきさん令和最初のドリキュニで頑張ってください。いやーもう恐れ多い。いさわさるといい。気をつけます。トウさん即興芝居は演技だけじゃなくてトークの瞬発力なんかも鍛えられそうですね。そう頭の回転が。爆音さんすっぴんじゃないけどあんまりしてない。ゆうきさん僕の目がおかしいのか今日の水木ドナルドダックに似て見える。どういうこと。なべさんまたね。日時に例えば引きこもりの贅肉50キロより100キロのプロレスラーの方が健康的。まあねでもまあ筋肉でもいっぱいありすぎて重すぎると骨に負担がかかるから良くないんだけど。きらみこ店長はなんで年寄りチョイスした？なんか年寄りが一番分かりやすく面白いかなって思ったの。なんかさいろいろ考えたの。すごい早口な人にしようかすごいゆっくりな人にしようか、まあ、普通の人にしようか。でも分かりづらいし今の私にできることは年寄りだと思ってやった。センターお水着たの水着は需要しかないのではよ。分かったよ。よし花咲ひろちゃんとは仲いいんですか？仲がいいわけではないですけどお知り合いですね。お仕事で一回ご一緒しただけなので。センさん君の名はのセリフはツボにハマったわ。めっちゃ滑ったよねあれ。みんな分かってよって思ったけど
そう感動的な一言っていう何筋書きがあったから、あどうしようかな、前のセリフと同じセリフ言って回収しちゃおうかなって思ったんだけど、ちょっとやりたくなっちゃったの、君の名はって。豆腐役者の皆さん稽古の時にはある程度仕上げてきてるんです。そうです、もう立ち稽古になったら、まず最初に演出家の人がはいスタートって言ってやるんですけども、その時点で結構もう自分で考えて動くので、それをブラッシュアップしていくのがお稽古ではないかなと思います。豆腐さん、うまい棒のたこ焼き味が好きですね。え、おいしいの？食べたことない。ともひささん、こんばんは。スカピン、スポンサーさんとの飲み会とかもうなかったです。イサオ、大阪らしいもの食べれなかったのは残念だね。うちも食べてないかもです。そう、食べようかなって思ったんだけど意外と時間がなくて。バックオンさん、リリバリの月乃ちゃんが可愛いですか？うん、超可愛いです。もうほんと可愛い。アツイさん、変に役を作らないで自分の日常の動きをした方が自然な気がする。ストレートプレイとかはそうですよね、普通の人間の動きじゃない。 2.5 次元とかはまた違いますけど。豆腐さん、大阪のたこ焼きだとわなかのたこ焼きに塩をかけて食べるのが好きです。みんなわなかのたこ焼き好きっていう。ちんたお仕事でお台場行っても運転してるからなもう見れません。それはお収拾さんです。ちんさん、大阪のソウルフードたこ焼き苦手なんか、うん、あんまりたこが苦手なんだよね。味とかは大丈夫なんだけど、ね、ミリスパさん人気。犬浜さん、今日名古屋でリリバイちゃん見てました。お、行ったんだね、いいな。あつしさ、役に合った雰囲気の人早くしてるから素の自分でいいような、うん、そういう時もあるよね。花さん、サイバちゃんのジム配信めっちゃ好き。またやるね。じゃあ録音さん、中3のサイバーちゃん見たい。いやー、やめた方がいい。めちゃくちゃギャルだったし、すごい不良だったから。豆腐さん、体重減らすときにしっかり筋トレしてタンパク質摂取したら筋力落ちないみたいで。そうそう、タンパク質とね、ちゃんと取ったら大丈夫。あつろー、何？ヒゲが好きだって。今度整えて会いに行こう。待ってます。ヒゲ好き、良くない？だって女の子にはちゃんと生えないよ、ヒゲって。何の影響なんだろう。でも父親もヒゲが結構生え、仕事柄剃ってるけどヒゲ結構生えてる人だからなのか、抵抗がない。 N ハもヒゲボーボーで、それもちょっと見てみたいです。豆腐さん、ちゃんと生やしてるヒゲと無精ヒゲけどどちらが好みなの。あー、ちゃんと生やしてないヒゲの方が好きかな。ちょっと汚い感じが好きかもしれない。ケンジモンさん、ありがとうございます。アツイさん、ヒゲの人はキスの時チクチクするけど大丈夫？え、わかんない、大丈夫じゃないですか。わかんないけど。のたさん、ヒゲ好きな中現場行ってみようかな。うん、来てください。イサオ、ヒゲどうつけるか。日替わりヒゲ、日替わりヒゲ。ドラゴンさん、40年かけて体重が10キロ減った。え、すごい、それはすごい。よし、アンケート役に立ちましたか。ありがとうございます。他の雑誌にもありがとうございます。ヤンマガとヤンジャン同じ週に出させてもらったんですけど、また頑張ります。イサオ、ストレスで体重変化するかだけど口元がはざめあれた。バショウさん、勉強してきます。頑張って勉強。ゆっちさん、人狼のアドリブ舞台のやつめっちゃ好き、見に行きたいな。ねえ、私初めてアドリの人狼系の舞台やるからどんな感じなんだろうってちょっとドキドキしてる。セクシー稲妻さん、こんばんは。初見さん、伊沢店長の早口も期待してたよ。そう、私噛むから、噛んだら面白くないから。ドラゴンさん、店長さんが志村けんさんに見えた。それ言ってたね。さあ、君の名はなんか続くと思ったからヘッとなった。あら、そう、もう終わりなんです、あれで。焼き爺、君の名はって唐突すぎて。
なんかもうそういうシュールな笑いが好きでやっちゃうんだよね。絶対みんなに受けないって分かってんのに。松風さんこんばんは。タジオこんばんは。メテオラさんありがとうございます。ヒントさん髪アホ毛がねすごいね。よし、グラビアの DVD の発売とか今後ないかも。 DVD やらないって決めてるから。 CT こんばんは。イサオーハートありがとうございます。離れ目アイドル大将さん久しぶりこんばんは。イサオーねはなんか食べてないからな、食べてみる。タジオ今日会いたかったのであるね、いないと思って。きらみこたこ焼き、そうなんか焼きが好き。ゆっちさんギャルだ、うん若干ギャルだった。田舎の子だったから。花さん 2.5 次元の舞台とか見たことない、どんな感じなんだろう。その作品をもともと知ってたらその 2.5 次元のキャラやってる人との比較とかも楽しめるけど、最近の 2.5 次元は原作を知らなくてもこういろんな演出とかの効果で普通に作品として楽しめるのが多いと思います。よし、今変わり種たこ焼きでたこなしのチーズコーン焼きとかあるよ。あ、それは食べたいね。ゆうきさんひげ好きなのは個人的にすごく嬉しいね。そう好きです。しんさんリリバリちゃん可愛いけど年が若すぎるね。年が若すぎる、若いんだよほんと。中野ちゃんサイン会の時気になったけど足首付近のこれね、なんか虫に刺されちゃってなんか荒れちゃった。伊沢美月ちゃんひげ好きって憧れ、生やしてみたい、生やしてみたいとは思わないかな。チカピン今日混じり場行ったけど吉田さんがドールズたちと共演していくねね、思ったそれ。吉健さんがね。角さんこんばんは。ラジオ夜のライブだと無表情で伸びてきてごめんなさいのお気持ちだった。いやいいよ。イサオハートありがとう。きらみく推しが嫌いな気がするのでひげはなるべく剃っていく、ついでに腕も剃っていく。ゆりは嫌いだね確かに。はなさん今後キュインズのライブは途中と半端なひげを生やした人であふれそうなよ。面白いそれはそれで。ケンジモンさんライブやってます。東京の都内で結構ライブいっぱいやってるのでぜひホームページとかでスケジュールチェックしてきてください。ゆきじこれで武将髭の人が特典会に増え増えそう。達人今日のリップの色が好き。今つけてない、つけてないっていうかね取れちゃった、取れちゃってからつけ直してない。好きなのあれ。しんさんサラリーマンひげ生やせへんしつけひげしていくわ、それはそれで面白い。ヒゲ脱毛なんてしなくていいと思う私。角さん俺もヒゲだ、それはね、それはヒゲだも私も好きだよ。伊沢美月ちゃんヒゲ好きだから今度様子見で右側ヒゲあり左側ヒゲなしで。だったらもう全部ヒゲでいいと思うんだけど。ゆっちさん日下部美和さんの時に人狼舞台見たけど普通の舞台とは違くて面白かったね。面白いよねあれ、私も見たことある。豆腐さん人狼系の舞台はまだ見たことがないのでレジスタンスイレブンがどんな雰囲気かイメージできないですね。でも面白いと思う。ユーシマン約束のネバーお見た、ネバーランド見た、面白いよねあれ。私は一押しあの3人だったら、まあ、1番がノーマンで2番がレイ、まあ、エマはまあ普通に好きだけど。のりぴーこんばんは。なおやんこんばんは。のあさんこんばんは。いさお今日のみずきちゃんの収録すごく良かったのでツイッターでいっぱいあげてあげてみんな喜ぶよ。今日ね写真 撮るの忘れちゃったの、だからまた来た時に撮って載せるね。よし DVD、 そうなんだ、そうだよね、最近ちょっと過激だしみずきちゃんあんまりしてほしくない。なんか、私はああいうのがあまり好きじゃないのでやらないと思います。角さん早く私物サイン券使わなきゃな、使って使って
水野さんこんばんは。スカピン俺ドルステ知らずにハマったもんな。そうそう、あの何歌もダンスもあるしアクションもあるから普通に作品として楽しめると思う。めっちゃ前髪触るけどごめん、前髪が決まらないの今日。タジオいないって思われたのように嬉しくてすいません。本当だよ、いなかったよ。ゆっちさん、サイバちゃんの一言で現場が小汚いヒゲオタクであるから小汚くはないよ、多分。みずきちゃんですヒゲ男爵ってそれはそれでまた違いますね。春崎さんこんばんは。ミントさん、みずきちゃんのヒゲ想像しなくてもいいかな別に。つのさん、ちなみにアイコンヒゲ生えてるけど、あ、そうか、いいね。ゆきじ、私に会いに来たの意味を教えてもらって今日はぐっすり寝れそうである。よかった、知ってもらって。みずのさん、ミュージクル TV で見て可愛い子思った。え、嬉しい、ありがとうございます。豆腐さん、タコパで猫にネタにタコ以外入れるのが流行ってたこともあった。そう、実家で昔それやったの、タコを入れないタコパした。チンタは仕事明けだとヒゲが伸びてて嫌なのよね。いいと思う、武将ヒゲ好き。武将ヒゲってか、まあそうだね、ヒゲが好き。うん、豆腐さん私は朝しっかり剃っても夕方には武将ヒゲになってますね。そういう人いるよね結構。CT、 ヒゲ剃っちゃったなうか、剃っちゃったかイサオ、みずきちゃんが好きなんだ、少しでもそれやる、なる1ミリでも好かれるヒゲから始まる猛婚ラブストーリーだよ本当に。懐かしいで猛婚ラブストーリー。ひなみこ、ちなみに時間あるときはヒゲ抜くんです。痛そうあ、愛深きゆえにさんこんばんは。イサオ、そう、レイがレイだったの。なんかそこまで見た目がレイだと思わなかったから、あ、この子そういえばレイに似てるわと思って。万引き家族に出てた子だと思うんだけど、あ、顔がレイだった。もうすでに梅雪さん、ヒゲ剃りイベントやります。どういうこと花さん、ネバランでしたかね。そう、でも年齢を引き上げるみたいで、なんかすごいあんまり良くない意見とか言われてるけど、私はいいと思う、それはそれで。こんばんはです。ちのさん、俺もたまにヒゲ生やして整えて遠征行く時あるよ。あら、いいじゃない。ヒュー太郎、ノーマン推しなの意外。レイ推しよ。いや、レイだと思わせてノーマンだからレイ、うん、最初でもレイいいなって思ったの。でもやっぱノーマンが尊いみたいなあと声優さんが好きだから、内田さん、ノーマンの。あ、さくらさん、舞台楽しかったです、大変だったけど。みさおが写真撮っての、今日忘れちゃったの写真撮るの。豆腐さん、役ネバジャンプで3シーンは読んでるんですけど、かなり辛い伏線が最近ありましたね。え、そうなの。私ね、まだ漫画まで手が出てないの、読まないとと思ってる。でもアニメから始め、うん、あの何始まったから。ドラゴンさん、舞台見るの苦手だけど人狼は楽しみね。私も楽しみ。ハルッピさんと LINE 交換した、内緒トッシーこんばんは。ひらみこ、ネバラン漫画ね、私漫画から入ってなかったの、アニメから入ったから漫画あるんだと思って、漫画読もうって思って。さあ、今思ったけどポニテじゃない、そう、ほどいたよ。花さん、 2.5 次元の舞台にものすごく興味が湧いてきた、日曜の午後9時。いいと思う、やっぱいろんな作品最近もうほんといっぱい 2.5 次元やってるから。まだ男性の方が多いけど、人口が 2.5 次元人口はね。でもすごい面白いと思う。ひときゅういこんばんは。セクシー稲妻さん、アイドルとかよくわからないのですが、応援って具体的に何すればいいのですか。でもアイドルにとって応援は多分ライブに
いっぱい遊びに来てくれることじゃないかなと思います。で、特典会でチェキ取ってくれてお話ししたりっていうのが応援になるんじゃないかなって。まあ、応援の仕方はいろいろあるんですけど。一輪、ワイはチェキ取るとき無正直で映るの嫌だから毎回ムラなくきっちり外選びで偉い。それはそれで偉い。あ、角さん LINE ミュージック再生してるんだね。またね。しんさん初めて会った時覚えてへんやろうけど唯一無精髭生やして、え、見たい、覚えてるよそれ。私めっちゃ覚えてるよ。だからひげ生やしてる人なんだってイメージがあったもん。のりぴー、カウントありがとうございます。アイドル浅井さんが初めてです。嬉しい。ライブいっぱいやってるので来てください。ラジオ略ネバが連載終わったらいよいよジャンプ読まなくなるぐらいね。普通に好きな作品。いやでも本当いい作品だなって思った。愛深き上にさん、ひげ伸ばそうかな。お仕事大丈夫。みずのさん、ミュージック TV の収録の裏と収録中のことを教えて。の結構あれって舞台裏をずっとカメラ回っ、カメラのディレクターさん、カメラの人が回って撮ってるんだけど、結構不意打ちで撮られたりするので何も言うこととか考えてない状態で撮られたりすることが多いです。で、私の場合はなんか一人で練習してるところとか一人でなんかやってるところをいつも撮られるので気が抜けない。うん。で、私のヤンマガの撮影にもついてきていただいたんですけど、その時は同じ時間にもう入りしてもらって、朝早く本当に、で、撮影中の風景とかメイク中のメイク中にインタビューとかしてもらったりとかしました。髪型ストレートなのにヘルメットショック。もういいじゃん、名前変えようかな。イサオヒゲを、いや、イサオでいいと思う。そこはフリピーさん、来月のワロップね、まだ未定なんですけど土日のどちらかになるんじゃないかなと思います。花さん、おそらく日本で一番ヒゲというキーワードが飛び交っている場所、それがこの配信なのであるね。本当そうだと思う。伊沢時間ありがとう。伊沢、レイもノーマンもいいけど綺麗であるみずきちゃんだな。綺麗。ジャイルバードさん、カウンターありがとうございます。花さん、漫画原作の実写化はいろいろ言われることあるけど純粋に楽しみにしている。うん、なんかそれはそれで確かに原作と違うところは多いかもしれないけど楽しみ。イサオ、ヤンジャンとかヤンマガのアンケート私には届かないけど聞いたら教えてくれるんじゃないかな。ほうきち、鬼滅もチェックしてくれ。あれね、まだちゃんと私アニメ全部見れてないんだけど見よっかなって。最近みんな見てるし。ゆきじ、清水がアニメで好きと言ったのは進撃以来じゃない。でもほんとそうかも。進撃以来めちゃくちゃにハマったね。ヤクネバはちょっと似てるしね。設定が内緒ってことは明日な。それは内緒。舞台来てくれたらよかったのに。豆腐さん、仮に役名が舞台化するとしたらサイバーさんをやってみたい役はありますか。私大きいからな。できないな、なかなか。でも子供たちの役もやりたいけど、ママの役もやってみたいなって思った。私は結構イザベラが好きだから、イザベラの子供の時でいいからやってみたいなって。タジオ、昨日の前髪流し水木可愛すぎて頭抱えたね。伸びてきたから。キュータロ、やっぱ一番の応援はライブだよね。そうだよ、私たちはライブを基本にしてるから、お仕事はね。それにたくさん来て楽しんでくれたりとか応援してくれたりするのが一番の応援なんじゃないかなと思います。いろいろ応援の仕方はあると思うけど。タッターさん、僕はヒゲが濃いから抜いてるよ。あら、痛いよね。痛そう。一
一輪物販に全く行かずライブだけ見る音も結構いるけど、それも十分応援になっているはず。まあそうだね、気持ちは届いてます。イサオトークショーの時、児玉遥香さんにやたら目を合わされた、困った。いや、よかったじゃないですか、嬉しいじゃないですか。ノリピー、仕事の時はひげ剃らなきゃなので、休みでライブ行く時は微妙に少しだけひげ生えてる状態です。いいと思います。ゆってさん、アイドルに認知もらえると通ってしまう。うん、それはなんかわかる気がする。また会いたいなって思うよね。私もさ、そうやって思ってもらえるようにやってるし。みっちゃん、こんばんは。さお、うん、ひげ似合わないこともないと思うけどね。クロちゃん、こんばんは。お、混じり場。私、同じ事務所の男の人が出てます。オリトくんっていう、あの、あれ、みやこさんの相手役の人かな。私は見に行けないんだけど。ドラゴンさん、そういえば今日久しぶりに坂道聞いたけど、やっぱいい曲だよね。いい曲だよね、坂道。シンさん、刀剣乱舞、配給、シャカリキ、テニスの王子様。そうだね、うん。最近はなんか 2.5 次元の舞台、なんだろうね、何が一番有名なんだろう。でも刀剣乱舞はすごいですよね。クロちゃん、そこで下船の天の業部さんとチェキ取ってきました。わかります。水野さん、関西なので時間遠くなったらライブなど見に行くね、待ってます。そうなんだ、女の子でもヒゲ生やしたい人もいるもんね。だってきっと見てくる、この前の見る予告やってるよね。私見れてないんだよね。関西にもライブ、フリーライブ来ますか。関西はね、この前行ったけど、また行くと思います。あ、今度行く。10月に京都にライブしに行きます。夏風さん、大阪の舞台に続き来月の京都ライブ行きます。関西民です、待ってます。京都の楽しみ、京都でライブするの初めて。山賀のアンケートめちゃくちゃ書いたんだよね、その思い届け。でもそれはわかる、ありがとうございます。みどり、こんばんは。伊沢、そのうち舞台とか年寄りの店長役あるあったら楽しんでやるね。宝吉、イザベラの過去編とかどっかでやってほしいわ。うん、やってほしい。それでもシス、あのママたちの過去はやってほしい。うん、シスタークローネの過去もちょっと私ポロってきちゃったし。なおさん、こんばんは。福島まだやってたよ。舞台応援のつもりでも言った、ありがとうございます。よきじい、そういやこの前整理してたらファーストワンも予約で書いてもらったお手紙見つけて懐かしんでた。いや懐かしい、それは。福島、安定しても聞こえてもはっきり見えずに見えてー。豆腐さん、浜辺さんはドラのかけ狂いで初めて見てから好きなのですが、役ねばれどんな演技も。いや、私も、私最近一番好きな女優さんなの、浜辺美波ちゃん。あの君の膵臓、ベタだけど君の膵臓を食べたいで一目惚れしちゃって、あの子にかけ狂いも見たし、え、もう可愛いってなっちゃうから楽しみ。声が可愛いし、声がめちゃくちゃ好き。のりぴー、いいよ、いいと思う。まー、あ、ちゃん、こんばんは。アバター変わったね。クロちゃん、そう、ヒロインの方だよね。そう、綺麗だよね、あの お化粧すると同じ事務所だよ。ボクさん、こんばんは。お、京都待ってます、ありがとうございます。ひらみこ、最近ライブの見方が変わって新たな発見があり楽しい。それは嬉しい、いろんな楽しみ方をしてもらって。そうね、それは分かってます。クロちゃん、ギョーブさんめっちゃ可愛くてドキドキしました。ギョーブさんのイメージが、私ギョーブさんのイメージしかないからな。握手会って CD とか買えば、そうです、 CD とか他のグッズを買っていただくとチェキ券がつくので、そのチェキ券で好きなメンバーとチェキを取ってお話できます。豆腐さん、無尻場所日見てきたのですが、
オリトさんのソロでの歌唱パートの歌声が素敵でしたね。そう、歌が上手だからね、オリトくん。稲浜さん、10月22日待ってます。チンタは京都に観光行きたい。そう、でも今回京都のライブの時オフ会もやるので。福ちゃん、ライブ1回だけ見たことあります。ありがとうございます。まー、あ、ちゃん、舞台ありがとう。ゆうきさん、地方なんでライブなかなか行けなくて申し訳ないです。まとまった休みできたら遠征したいね。来てほしい。 CT 時間ありがとう。みどりん、1回も初めましてしてないね。しんさん、東京のライブに行きたいけど行けてないの申し訳ないです。全然いいんだよ、私たちが会いに行くからさ。いさお、みずきちゃん、少し顔が余裕出てきたのが嬉しい。なんか痩せすぎてたからね。そうね、今週はあんまり忙しくなかったから。クロウちゃん、昨日はケモフレでチーム B のリーダーを見てきました。レーナさん、レーナさんが好き。早くドルステやりたいんだけど。いやー、早くみんなに会いたい。トウさん、シスターイザベラの過去は本編で結構語られてましたね。最後の方だよね。さくらさん、ハレプトのツーショットに泣きそうになった。いや、泣いた。うん、嬉しい、ありがとうございます。ヒュー太郎、さっきで浜辺奈美さんにハマったぜ。あ、そうなのね。いや、本当にいい声だなって本当にいつも思う。いさお、時間ありがとう。メテオラさん、11月愛知に行く予定はまだないな。行きたいけどね。たちは可愛いし声がめちゃくちゃ好き。なんだ、細分水木じゃん。あ、それはありがとうございます。奥さん、新しい衣装の写真見たよ。ありがとうございます。どうだった？一年、最近アイドルの対バン行くと解散とか卒業する予定のアイドルが多くて悲しいけど、いろいろ難しい問題あるのかな。それはね、その子にしか分かんないこともあるから。あ、しんさんもそれで知ったんだ、みなみちゃん。なんか私がちょっとショックだったんだ話なんだけど、弟がずっと私とのツーショットを携帯の待ち受けにしてくれてたのよ、ずっとね。で、なんて可愛い弟なんだと思ってて、この前会ったの、弟に会った時に携帯の待ち受け画面が浜辺みなみちゃんになってたので、これ何って言ったら、俺好きだからみたいな言い始めて、おお好きなんやなと思って。そしたら父親も浜辺美波ちゃんが好きで、家族でみんな好きみたいな。ゆっちさん、初めて会った時にすでに名前覚えてもらって釣られた。あら、嬉しい。もう親も覚えてるよ。花さん、京都のオフ会気になる？そう、楽しみ。ひらみこ、京都は観光するので2泊3日にした。ゆっくりね、のんびりね。のりぴー、そう、キーンズは CD 買ってチェキ券つくシステムです。ゆうきさん、京都仕事休みで日程会えば行けそう。待ってます。東さん、ドルステ第2章では V デスを超え、 V デス声を見ることができるの楽しい。考えます、新たに。うん、イサオありがとう、私に会いたいと思ってくれて。クロちゃん、自分もドルステ早く見たいです。昨日届いたブルーレイ見まくってどうにか待ちます。そう、早くやりたい、早くやりたい。ゆっち、弟かわいいよね。マッサン、久しぶりです。元気だよ、元気です。私元気。クロちゃん、そう、ツーショットが待ち受けだったのに浜辺美波ちゃんに変わってたの、ちょっと私ショックみたいなね。何の画像ですか。稲浜さん、それはそれで弟くんかわいい。うん、それはそれで可愛いんだよ。てか何しても可愛いんだけど。マッサー、こんばんは。イケジー、ワイワイ浜辺ちゃんのドコモ CM 好きや。可愛いよね。私、あの着物、振り袖の CM が好き。しんさん、めちゆき私にしてください。いさ、どの画像がいいか決めるよ、見せて。みどり、なかなか会いに行けなくて本当ごめんね。全然いいです、待ってるよ。ハマーさん、こんばんは。のりぴー、ということは3人と撮りたかったら CD3 枚買うってことですよね。でも CD が1000円とは限らない。1000円ごとに1枚チェキ券がつくので、 CD が1000円じゃなかったら、例えば1500円だったら2枚買ったら
チキンが3枚つくみたいな感じになります。豆腐さん親子兄弟で浜辺さんにハマっとるんですね。ハマっとります。ゆきじ舞台明けの5人ライブで、あーやっぱライブの水木好きやわってなった。嬉しい、ありがとう。しんさん京都のオフ会の待ち合わせ場所が会社に近くて焦ってんだなそれはちょっと焦るねタジオまあまあ俺の待ち受けはずっと水木だから我慢してよ。分かった、我慢する。マスさんオタク全然してないからショールームとか見てて会いたくなる。会いに来てー。まー、あ、ちゃんショックショックタイムショックCT 見てきてみたいな彼女欲しいな。本当、私を彼女にしたらお金がかかるからやめた方がいい。みちりん来年は弟の待ち受けまた別のアイドルに変わってるかも。うん、それはそれで可愛い。分かった、選ぶね。イサオマリピ、なるほど。1500円の CD もあります。さくらさん、キュインズって CD の目標枚数は今はないかな。まだリリースのじゃないしてないし、リリースじゃないし、でも目標掲げるのもいいよね。別に携帯の待ち受けミスキムに変えました。お、え、あ、ありがとう伊沢彼女にしたらお金かかるよ。本当にめちゃくちゃかかってしょうがないと思うよ。いいのそれで。フィリピーお金かかる。私スラッとされた。ヒュータロー覚悟しないとしてね。ゆきじお金かかる彼女笑ったお金かかるから私あれが欲しい、これが欲しい、あれをやってこれをやってって言うと思います。マシさんアイドルより他の活動してる方が多くなったんでは。いやそんなことないです。シンさん逆に言えば仕事中に抜けれるってことやな。そうだね、近いから。京都は一度稲荷大社に行ったことがあるんですが、あそこの鳥居は圧巻でしたね。行ってみたい。車崎神社はねよく行くんだけど。待ち受け水木から帰れないから可愛いと思ってもらえないか。ん？ってこと？つかぴん真面目にそろそろ会いに行かないとね。会いたいよ。そうだね、あの9月じゃなくて8月から会ってない。イサオツイッターのミスキムしていたけど帰るのでね。なるほどね、で選ぶって。チンタは待ち受けの画面は私じゃないの。チンタを待ち受けの、あ、これ読んだわ。みずきちゃんの餌代だけじゃないからさどの内臓がいくらでそれはやばい。豆腐さん、サイバさんは彼氏にアイドルの推しがいたらどうするんですか。わかんないな、ふーんって感じえ、でもお金は使ってねって感じ餌は月謝いくらで済む。月謝制？私月謝制じゃないのがいいな。松風さん、みずきみすきむさん、みずきむさんのコーヒーが飲みたい。入れますよ。メリピー、彼女にするのは諦めます。その前にやってもいいね。まず会いに来てください。ひらみこ何でも買えそう。しもべ大好き。しもべ大好き。まさん予定やば行こうかな。仕事も忙しくてなかなか予定合わないと思う。待ってる、会いに来てCT 彼女にしたらお金かかるの誰だとしても覚悟してます。まあ、女の子はね。じゃあそろそろ今日の配信終わろうかな。みんなこんなただのおしゃべりの配信見に来てくれてありがとう。また次のライブ会いに来てください。またね、ありがとうございました。バイバーイ。